皆さんこんにちは。本日はフォーカス M シーズン4 127-128 回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます山口文です。よろしくお願いします。そして解説は猿川雅俊が務めます。猿川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とその企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは127回戦の出場選手を見ていきましょう。こちらが126回戦までの成績表で黄色く塗られている方が今日登場する4人の選手です。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M127 回戦東杯の開始です。ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。チーチャから前原、ナンチャ高宮、シャーチャ藤崎、ペーチャ佐々木の並びでスタートしました。ドラは3ピンです。こちら前原の手牌ダブトンが統一です。こちらは高宮ちょっとバラバラですね。メンツはありません。こちらはシャーチャの藤崎はウーピン赤ウーピンがあって100が統一。佐々木も統一が多いですね。とみんなパッとしない感じですけれども、前原のダブトンはどうですかね。結構悪いですからね、全体的に、はい、結構出なそうかなと。出なそうですか。あ、これでカンちゃん入って本一は狙わなくなりましたね。はい、本日は、本家の M リーグの方のコナミマージャンファイトクラブから4選手が、そうです、ね、はい、登場しております。まあ、M リーグの方佐々木さんはね、絶好調ですよね。そうですね、本当フォーカス M でも、M リーグの方でもそうですね、ポイントゲッターとなっておりますね。チームのというか、まあフォーカス M の方は全体の7位につけております。高宮がね、次いで8位となっておりますね。佐々木はどちらも対局数が一番多くなってます。結構忙しいですね。さあ高宮は国士で、あれ結構整ってるというか、国士でいいじゃん。俺そんな進んだ、そんな言ってないか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あれテンパった。え、違うな、E ピンだな。 E ピン待ちだな。テンパイテンパりましたね。 E ピンは、あ、おお、びっくりした今E ピン2枚川に捨てられていて佐々木の手配にあるので、現状山には1枚。でもこれ出ちゃうかもしれない。出ちゃいますね。みんないらないですもんね。佐々木はまあ一応チートイツで使う。あー、今来ちゃったな。これ切るね。切るね。あれでもちょっと止まってる。え、あれ残した。そんなにシャー1枚余り。あ、すごくないですか。あ、自分で使おうとは絶対思ってないですもんね。国士、あ、9も来た。え、これ打たないのかな。これ、あ、9あった。9、1枚切れ。手から何。あ、佐々木さんはやめましたね。やめましたね。あ、これは一手進んだら前原どうですかね。 E ピンはどうかな。もう数ピン切れたよ。あ、あ、出るか。先ローピンかもしれないです。嘘落ち。あ、いいピンだ。このいいピン、なんと高宮の国士無双の上がりとなり、笑ってますね。上がりとなりました。32,000点。どうやって払おう。3万点借りましたね。3万点借り。
さあ、遠い曲から高宮国士無双の上がり。2万点借りにしました。2万点借りにしました。わかんないです。いやー恐ろしい。一応止まったのは国士警戒したわけではなかった。まあそうだと思いますよ。うん、さあ、遠い2曲になりました。親は高宮、ドラは数万です。こちらのハイパイ、初が統一で赤ウスを使って一面完成しています。こちらは藤崎は赤ウーピンがあります。佐々木も三夜を系でまとまりそうな手配。前原は総図で一面完成しています。ドラも1枚。さあ、いきなり国士無双が出ましたけれども、役満上がってもね、トップ取れるか分かんないからね。確かに猿川さんが国士上がったみたいな時にも実況してたような気がするんですよね。もう簡単にまくられましたけどね。なんかそうだったような。お、カン赤馬、カンちゃんじゃないか、三面ちゃんになりましたね、これで。まあここでね、親で一回加点できればかなり、はい、硬いかなっていたところですかね。つながりだとね、やっぱ4万点差が出るんで、やっぱその8000点大きいですよね。そうですね。昨日もちょっとだけ仕事中だったんであんまちゃんと見れなかったんですけど、はい、Mリーグちょっとチラチラ見てたら、やっぱすごい点数持ってた方が何番になってまたちょっと寝なかったりとかして、やっぱ結構点数動くんだなとか、ね、はい。初が出ました。いや、お、なんか言ってる。もう2万点払いました。払いましたね。全部払いました。ちょっと今展望のやり取りをしています。大丈夫かな。で、前原の手番。さあ、初自分であんこにしました。もうかなりね。そうですね。こいつが多くなってきました。前原はメンツできた。これでいいシャンテン。うーん、6キュピンかなりいいから、良さそうに見えるから、はい、マンズ重なった時は結構上がれそう。まあリーチは行くでしょうね。ピンズ重なった時はさすがに、おー、チートになった。藤崎は数層待ちでチートエッジの転配。待ち変えますかね。どっかでリーチもありますか。いやー、お、キューピン捨ててるんだ。うん、どうかな。順目的になんかリーチいかなさそうな気がしますね。これで盤石ですね。ドラ受けも、でも6キューピンがどんどん、そうですね、見た目枚数でちょっと減ってきてしまいました。6キューピン実際もローピンは山にはない。チートイシャンテン、またチートイ、ドラが重なってチートイシャンテン。チートイシャンテンは前原ですね。うん、ただ高宮さんチーした場合はね、とりあえず短期になるからね。はい、佐々木も高宮も欲しい6球ピン、うん、どんどん切られていく。あ、数層上がりです。こちらは藤崎の上がり、チートイツ赤、3200点の上がり。そのまま数層で上がれましたね。さあ、トン3局になりました。親は藤崎、ドラは3層です。こちらがハイパイ、ちょっとバラバラですね。かなり悪いね。かなりバラバラですね。こちら佐々木は赤ウソを使ってメンツ、あ、あれ、いいシャンテン、いいシャンテンだ。いいハイパイ。こちらは前原、前原もちょっと厳しそうです。メンツなし。神谷も今ここで一メンツ完成。かなり格差がすごいですね。佐々木はいいシャンテン、今にも転配、すごい9ピン外しましたね。これでちょっと、なるほど、ゆとりを持って進めていこうって感じですかね。
お、一応レアンシャン店ですね。レアンシャン店戻し。おお、レモン先切り。なるほどね。レアンシャン店早い。急に成長しましたね。前原もシャアが取れそうになりました。そうですね。これおいいね、いいね。アドラ引いて3色と、ニサシの3色と、はい、思った通りに進んでいった感じですね。藤崎がイーシャンテン、佐々木もイーシャンテン、前原も、あ、シャア自分であんこにしました。イーシャンテンかな。あれイーシャンテンだ。高宮さんがリアンシャンテン。あ、リーチだ。あ、リーチだ。さあ、佐々木にファーストテンパイが入りました。リアンパスを待ち、リーチと行きましたね。ああ。どっちにしろパースは危ないね、どっかで。あ、そっか、パース当たりですね。まあ、降りるなら8、9だけど、まあ、降りないでしょう、きっと。ここはローソーから。うん、難しいね。そうですね。6のまま通ってはない牌でしたね。あ、パース一発相撲です。リーチ一発相撲、ピンフ、赤、ドラ。うん、3000、6000のつま上がり。高宮さん助かったね、今ね。そうですね、6から、8から行ってもおかしくなかったですね。おかしくないですね。行くなら佐々木の3000、6000のつま上がりとなりました。さあ、その上がりを、あ、でも1000点しか助かんなかったですね、はい、あ、そうですか。はい、次から高宮、シャーチャ高宮は統一が多い。キトイシャンテン。で、さっきは赤ウピンがあります。佐々木またちょっと国士風ですね。風というか国士ですね。ハンちゃんで2回国士とかありますかね。あれ、いや、いらないやつか。なんか仕掛けそうだね。仕掛けそうですか。なんとなく。初からまあ親番だしね、うんうん、まあ、次が進むかどうかだよね。縦になったらもうなんか仕掛けていきそうかな、うんうん、そうですね。高宮はチートイツイシャンテン、お、藤崎も統一が目立っていました。チートイシャンテン、前原最後は川がすごいことになって、こういう時にチートイの時に自敗残すかどうかすごい悩みますね。みんなちょっと持ってそうかなって感じですかね。逆に中ちゃんぱいの方がいいんですかね。狙えるなら、まあ、ピンズとかの方が良さそうは良さそうですよね。そうですね、ピンズはみんなが急走重なった。これで本一もある。本一好きですもんね。本一好きですね。好きですよ。好き嫌い、日本、日本一うまいと思いますよ。僕は本当に本一うまいんだと思います。うん、さあ、前原トンから仕掛けていきました。これテンパイですね。甘露層です。あ、トン、トンの果敢、シンドラが、トンだ、お、トンだ、あ、積もった、あ、積もった、トン、リンシャン解放、ドラが1、2、3、4、5、これでもう3000、6000の積も上がりですね。うん、藤崎さん、ローソン取れたと思うね。あ、そうでしたね、うん、ちょっと、566ってなってましたもんね。早い、高い、そして予想外のところから放送2000点だったからね。そうでしたね、トンドラでしたもんね。さあ、早くも難入しました。打つのが早い。しかし早いね。親は前原、ドラはリャンピンです。お、いいぞ。これもう一波乱ぐらいあるんじゃないの。ありそうですね。なんかこう長引くとね、このままいかなさそうですね。トン一局に国士無双を補充しています前原ですが、早くも地上に復帰。
打点が高いですよね。とりあえずトンバはみんな1回ずつ上がった形になりましたね。ああそうですね、うん、やっぱりファンの方もこのコナミマージャンファイトクラブのみんなのなんかこう攻め、まあ藤崎だけちょっと守備寄りかもしれないですけど、まあそうですね、まあ、タイプは違いますけどね、うん、ただ最近というかここ何試合かの M リーグの方で藤崎さん2勝を挙げて、そうですね、あの藤崎さんらしいマージャンで2勝を挙げられて、うんうん、まあなんかそういうのもファンとしてはねやっぱ嬉しいとは思いますよね。ちょっと最初の方あんまり届かなかったですもんね、まあ、そうですね、はい、やっぱプレッシャーもね相当あると思いますし、ちょっと選手じゃないと分かんないものが ねありますから、はい、さあカンリャンマン入りました。高宮ジニスさんの3色も見えます。前原は一瞬テンテンパイですね。これでさあ赤ウソにくっついてテンパイとなりました。前原積もって裏1位6000オールだよ。あれ一気に取り返せますね。どうですか数値層は。数値層川に1枚手配に1、2、3枚。あれということはん4 5枚んいや 4枚じゃない。1、2手配3枚じゃない。手配2枚、手配2枚です。あここだけか。うん、あじゃあそうだね、小山だ。小山ですね。あ積もれそう。ちょっと応援したくなっちゃいますよね。なんかあのでもこれ高宮さんが数層引いていい数値層で、あそっか高宮も欲しいいい数値層。ここに数層1枚来ました。残り4枚。数層はあと1枚か。んおお大事に取っていたリャンピンが使えそう。本屋さんテンパりそうだもんね。そうですね。さあ藤崎仕掛けたカンチーピンの形でチー、これでイーシャンテンです。スーソー出ない形になりそうですね。あスーソー食い流れた。これでスーソーなくなった。あとチーソーだけだ。あと3枚。テンパりました。おテンパった。パソー薄いけどね。パーソー3枚切れ。パーソーは現物。あチーソ ー, あチ ー, ソー助かった。まあ助かってもローソー切りそうだけど、どんどん食い流していきましたね。いらないいらない数値層。チーソーがあと2枚。さあ積もれるか。前原お三色に差しの差。イーマンは通ってます。3万が、まあ、あ3万自分の目から4枚見えてますけど、まあローソーなんか数字ですね、はい、まあ今1枚切れ、まあうん、念のためみたいな感じですかね。そうですね。さあ残り順目も少なくなってまいりました。いいピンは今通った牌です。おあいいね。数層ないから 1,2,3 になってちょうどいいね。おちょうどいい。次のイーソーはチーだね。だからね数万通数万切れないか。ダメだね。はい藤崎ドラを持ってきてローソーを切っていきました。テンパイを崩していった。前原の数値層は数層は現状も山には残っていません。あチーソー引いた。高宮テンあ高宮テンパイテンパイイー数層イー数層イーマン打ちましたね。そうですね通りそうな方打ちましたね。ちょっと深かったか順目が。コンデチーソー1枚そうです。イーソー2枚おっとイーソー。そして現物高みはそんな目立ってないですよね。目立たないですね。あ、パワーあもう関係ないか。そう壊しちゃいました。さっきはあうー通ってない。あー無理そうですね。これでやめか。まあサブローピンチにして三層短期うんうん、あまあ3本にも通ってる。あ3本にも通ってる。ああいそう。あそうか大丈夫なのだ、うん、大丈夫壊したんだ。まあ両層が完全安排3万
さあ、ここは前原の一人転配で流局となりました。こいつ漏れなかったの、ちょっとね。そうですね、ちょっと気持ちよくね、藤崎さんが泣かなくても積もってましたもんね。泣かないときはチーソー入ってるんで、高宮さんに、いや、裏乗ってたんじゃないのかちょっとね、気になりますよね、裏が。さあ、難一局の一本場となりました。親は引き続き前原、ドラは三蔵です。お、赤赤。ん？また？結構いいぞ。いいですね。かなり。かなりですね。こちらは高宮。いつも赤赤ですね。そうですね。いつもそうですね。藤崎はチュンが統一。佐々木はちょっと厳しそうですね。ドラドラかでも。あー、前原さん、ん？リャンシャン点だけど形、単野をつけいくかどうか難しい感じの手ですね。はい、さあ藤崎、これで赤ドラドラ、うん、赤馬使えるかな。あ、チュンが出ましたが、1枚目はスルー藤崎です。おお、スルー。泣きますか、猿川さんは。まあとりあえず泣きますか、ね、とりあえずとりあえず泣いてから考えようっていうタイプですよね、我々は。いや一緒にしていく。探知層が入った藤崎、なんかどっちもどっちにしても上がれなさそうで、ドラドラ、はい、ドラ3つだから一応泣こうかなって。何万だ、数万だ、うん、チートイもいいシャンテンだった。そうですね、3品もある。でチートイツもいいシャンテン、メンツテにもなりますね。ドラ固定したいけどね、どっかでね。うん、そうですね。おっと、これどうしますか。これ急走もいいですね。単野に行きますね、うん、で赤ウーアン引けばいいんですからね。そうですね、うん、ないですけど気持ちは多分そういう感じですよね。まあ黒ウーマンもしょうがないからチーしちゃうかなしようかな。あ、ここでドラコテしましたね。はい、このチューンがそろそろね出ました。泣くか、さすがに、泣きますね。これさすがに、さあ、イシャンテン、藤崎。先に切るってもう、あったかな。あ、赤ウマンですか。うん、まあね、残球と8000、だいぶ違いますけど。ちょっとね、現状1万8200点持ちで、打点も欲しいところです、藤崎。ただ、残ってるリャムピン、6球ピン、ピン2いいですからね。はい。切る手はありますね。なるほど。佐々木も手が進んできました。さあ、黒ウーマンでしたが、前原はこちらのウーマンをチーしまして、これで天敗はうっぱそう。これちょっと嫌だね。ああ、よかったね。これちょっと前原さん二度受けかもしれないっていうのがあったんで、藤崎さんウーマン切りづらくなったかなと思ったんですけどね。切れましたね。そして天敗しました。藤崎はチュンドラドラでリャンウピン待ちの天敗、前原は単野を赤赤、うっぱっそう待ち。神谷は挟まれて厳しいか、発売一枚切れ。うーん、佐々木もドラドラではあるんですが、でもそうですね、ドラにくっついたらパワーソー危ないですね。そうですね、うわ、掴んだ。あ、掴んだ。このパーソーは前原の上がりです。単野を赤赤、5800は6100点の上がりとなりました。さあ、難一局の2本場となりました。親は前原、ドラスーピンです。また赤赤かな。どうかな。そんなに入らないですそんなに来ないですかね。そんなに来ない。どうかな。何もない、メンツもない、ドラが1枚、高宮もメンツはないけれど、あ、メンツありますか。789があった。今赤嘘を引いてきた。寺は藤崎、ウーマンがあんこ。佐々木だいぶ形が整っています。いいですね、一気通貫も見えます。これで本一行くか、一旦シャーですか。あ、ここはちょっと本一難しそうですね。ドラ受けだけ残して、
サーベンツ完成藤崎。国士無双を統一局に放送した前原でしたが、もう藤崎とはほぼ並びになりましたね。そうですね。ドラ引いた。ああ、そうすると痛いね、ちょっとね、マンズの。ああ、そうですね。あのドラがね、想像だとね、思い切っていきやすいかなと。周りもやっぱ警戒しますよね、ドラを持ってきました藤崎です。リャンゾーかな。いいけど、いいけど、もう自敗じゃないですか。ハツが2枚切れです。トンからペーペーアンコになりましたね。高宮ですね。あ、ベンチス入った、気持ちいい。これでイシャンテン。おお、ドラ重なった。本当だ、2連続ドラ藤崎です。お、三層切った。そうね、どっちの方が良かったですか。いやー、どっちかわかんないですけど、これですね。ちょっと意外でしたね。何切るんだろう。9万。三暗号なくなりますよ。三暗号はなくなってもいいんですけどまあ受ける、まあね、高宮さんがちょっと想像っぽいので、想像は形決めれないですよね。9万ちょっといてもおかしくないんですけど、どうかな。ソーズが伸びてきましたけど、ドラースーピンですもんね。これでもいいシャンテンですね。そうですね、いいシャンテン。何マンだ、チーマン頑固になった。まだじゃん、シャンテン。これでカンウーピンの受けもできましたが、ドラがスーピンということで、まあ、そうですね、キューピンを切っていきました。お、おチニスさんあるぞ。あ、でもリャンピン、ないか。佐々木さんもテンパイしないし、あ、テンパった。やっとテンパイは佐々木。やっとテンパイ、リャンワン。ここはリーチといきました。町はリャンウーマン。ウーマンあんこいましたよね、藤崎ですね。ということでもリャンマンがなし、ウーマンなしのリャンマンはこれ危ないよね、前原さんね。3万2枚切れなんですよね。ああ、なるほど。ちょっと危ないか。ちょっと危ないですね。ちょい危ない。4万2枚残りですかね。捨て牌的にはね、かなり切りづらいですけど。自分の手を進めていく上でもしかしたら出てしまうかもしれない。んー、でも4万2枚いますね。4万2枚います。あ、イーシャンテン。9万はローマンを切って、まあ行くなら9万。まあ9万は比較的、イーマンはリーチの現物です。まあそうですね、とりあえずイーマン打ちますか。3色にはならなくなってしまいましたが、現物を切っていきました。さあ高宮天杯。天杯はサブローピン待ちでおかけリーチ。いい勝負かな。あ、天杯だ。あ、宝珠です。あ、そっか、両満で宝珠となってしまった、それは佐々木の上がりとなりました。リーチピンフ赤ドラ8000は8600点の上がりとなりました。さあ、何2局になりました。親は高宮、ドラ9万です。やっぱり攻撃型の3人がリーチリーチリーチと、ね、来ましたね。さあ、こちらは高宮のハイパイ、今赤ウソを持ってきました
脇は髪が統一でマンズで一面つ完成しています。前原は白が統一、あれイーシャンテンですね。イーシャンテン、ドラドラだ。赤ドラドラですが、赤が使い切れるか。まあね、この段階のポンテンは取りたくないね。そう、ああ赤きた。あ、これでいいじゃん。これでいいか。これでいいね。どっち切るか難しかったな今の。ウーピンかパーピンですか。いや、ウーワンでもいいよね。もうだって一応もうポンする前提なんで。もう点バッタ点はもう、ね、伸びた時に小さ落としたいんで。伸びてピンズで三面ちゃんとかができるとよかったですね。どっちがいいのか分かんなかったな。これで赤馬切りますか。これで目いっぱい。あれ高宮天杯、天杯、天杯から天杯は換算万待ち。闇天。闇天ですね。そう、もともとに、何だった？佐々木もイシャン天。もともとにハイパー結構良かったんですよ。そこを崩していった。ああ、ペイがなかったんだね。あ、なるほど。ああ、換算万リーチで良さそうだったけどね。ソーズでちょっと、まあ両面などに変化したらリーチいきそうですかね。手先はチートイツのイーシャンテン。さあ前原白を仕掛けていきました。これどっちに受けるか。ここはチーソーと9万のシャンポン待ちで天杯を取りました。お、なんか準備してる人ですよ右側に一応準備されてますね。でも切らないですね多分。本一の方がっぽいですもんね。ドラサイ、はい。まあ、トイトイとかも、あ、9万。あ、9万。9万打ったか。こちら、前原の上がりとなりました。白、赤、ドラさん、8000点の上がり。これで佐々木さんと8000点差ぐらいですね。おっと。まあ、換算万リーチ言ってても、ああ、違うね。換算万リーチ言って言うと、藤崎さんは白切らなそうなんで。おお、なるほど。そうすると、ちょっと展開が変わっていた可能性もありましたかね。さあ、難3局になりました。親は藤崎、ドラは何です。もう8000点どころじゃないか。近い。これ、このままの点数だったらそうですね。5000点ですね。そうですね。5000点か。5000点もないぐらい。佐々木は、お、なんか面白いぞ。トイ、マン、アンコニコと、トイツ。なんか嫌だ。まあ、こちらもアンコが多い。今の難しいね。ローピン早かったね。うんうん、これちょっと本一にもいけないですしね。両マン打ちそうですけどね。もうあの横の伸びを見てって感じですか。なんとなく、3万引いたらどうせ9万打つんでしょう。3万、一応一気通貫は見てるんですね。まあそういうことでしょうね。これでいいじゃん、いいじゃん。あ、でも両万だ。これはさすがに両万だ。ああ、なるほど。3万引いた時は1通見ながらで、赤ウーソーは1通ならない時は使いたいってことですね。さあ前原イーソーをポンしていきました。トイトイのイーシャンテン、ローピンうまくかわしたからね、あ、そっか、そうですね。先に切ったことによって、助かりというかですね。両番打ってもでも一緒か。でもローピンから仕掛けたかもしれないですもんね。そうするとね、結構違いますね。イーシャンテン、イーシャンテン、ドラの難が浮いています。高宮にドイツ、でも天杯したら打ちますよね。打つかな。これでドラ短期の汚染も出てきた、あ、噛んだ。さあ佐々木はここで E ピンを関していきました。ドラは今度は乗んなかったですねさっきはね、4枚もろ乗りしましたもんね。前原のトン臨シャン解放。やっぱり打点派で
有名ですからね。そうそうなの。そうじゃないですか。前原さん。今みんな。そう。あでも、そうあかんさんも入った。あんま伊達のってイメージ。伊達のイメージないですか。そんなないです。なんか上がるとすごい高い。また今かんだ。ちょっと不景さんがもうこれですごいことになってる。赤ウーソー乗った。ドラが。新ドラがウーソー、なんと旧ソーとウーソーがドラとなっております。なんとウーソーとこれ三色。あ、ほんとだ。でも何は切らないそうですね。佐々木はウーソー短期のテンイーシャンテンですね。くっつきのイーシャンテン。もうどうくっついてもいいんですけどね。だから数枚引いたサブ6級マンはまだいいけど、G1 引いた時の6級マンはちょっと嫌ですね。薄すぎますね。おっと、ローピンが泣きました。ローピン出た。さあ前原、これで天敗は白とシャーのシャンポン待ち。オッパーピンがなくなってきてね。お、差し子ができて、まだイーシャンテンか。高見は何のポンテンを取りたいところ。これでもこれシャアとハクっているもんね。シャアは場に一枚切れてますね。あ、ハクだ。あ、ハクだ。さあこれは前原の上がり、ハクといといドラは3枚あるけどないですもんね。5200点の上がりとなりました。1000点差まで来ましたね。おっと、藤崎さんが4着目になりましたね。その一曲に国士無双を上がっています高宮ですが、この今の宝珠で佐々木とほぼ並び。まあ佐々木さん親なのでね、もう一曲に。あ、下に行ったか。あ、ちょっと下行ったか。下に行きましたね。4600点か400点差でしたもんね。さあオーラスになりました。親は佐々木、ドラパーソーです。これ上がっても上がりやめないですもんね。ないです。このままじゃあ高宮さんが脳天、はい、ただ積もられた時にあれですね、前原さんとか藤崎さんに積もられると親かぶりで700300で同点ですね。700300同点、うん、1326は絶対変わるよ、ね、2000で変わりますね。ドラのパーソーです。お、関数マンが入りました。藤崎何点必要ですか。藤崎は26436だから残休なら闇点なのかな。3着浮上ということで闇点もありますかね。2着まで跳ねマン直撃ですからね。あ、ドラ重なった。お、ドラ重ねたのは親の佐々木。単陽ドラさん簡単に泣いていければいいんですけどね。そうですね。おカニャンゾー入った。天敗だ。あ、パーソー泣けた。泣くか。パーソー泣かない。あ、わかんない。あ、泣いた。あ、泣くか。さあ、親の佐々木がドラのパーソーを泣くね。絶対泣く。あ、そうか、藤崎さんがね出上がりならね。うんうん、そっか、そうですね。さあ、藤崎の待ちはリャンウーピン、ドラのパーソー切れリーチ。ウーピン食い取るとダメだから食い取らずに。ただこれパーピン泣けた時もリャンピンになっちゃいそうだね、佐々木さん。そうすると宝珠になっちゃいますね。助かるのは3ピン泣けた時だけです。3ピンの時は9ピンになるんで、9ピン、ローピン。あ、うーん、まだ2ピンでないでしょ。高宮さんもね、イーシャンテン、テンパ入れば行きそうですか。行くんじゃないですか。だって前原さんも上がられたらね、
4着のかの濃厚なんで、前原さんも多少行かなきゃならないですもんね。そうですね、高宮は積もってもらえればもしかしたら、まあそうですね。あ、リャンピンここに来ました。リャンピン、リャンピン、川にはなし、手配に1ミリ。あ、これ助かる。あ、助かりの3ピン、ウッパーピン待ちで天敗は佐々木。リャンピン1枚だけど、パーこれパーピン現物の部分ちょっと佐々木さんの方が強いかもしれないですね。ただローピンって出しなんで、はい、ケアされそうですか、ウッパーピンは。まあ、普通に当たってもおかしくないですよね。おっと、行って進んだ。でもこれ切りづらいんじゃない？ 4-3 っていう落とす手、ソーズですか？あ、アンコになったのか。アンコになりました。僕、じゃあちょっと勘違いしました、ね、形を。はい、ただ高宮のリャンピン、あ、でも3ピンは一応筋か。ローピン最終手出しは佐々木ですが、まあ、佐々木さんは多分これ高宮さんがほぼ脳天確信が持てない限りは多分、うんうん、開きそうですか。開くと思います。あの、これでなんか明らかに抜い、ね、抜いて降りたかなみたいな感じだと、うんうん、ただここで 4-3 って切ったからって絶対脳天っていうね、うんうん、一応三走は佐々木にも通っていますけど、三走自分でもう通しますもんね、一番最初に。そうですね。じゃあ明日走から。あ、これでどうかな。ただ佐々木さん降りる範囲もないですからね。5万貫通になりましたね。ヤンピンないんだよな、あと1枚。1,2,3 ウーピンが3ピンチーだ。さあ前原、これでテンパイ取れます。数万っていった。高宮もその数万を泣いてテンパイ。ローピン、こうなるとパーピン強いんじゃないの。なし。おっと、もう積もがないですね。3万はでも高みは、まあ、通りそうかな。数万今通したはずですね。パーピンは、あー、積もりました。最後のラスハイですね、リャムピン。リーチ、積もピンフ、赤、1,300、2,600の積も上がりとなりました。藤崎の上がりです。ということはトップ逆転しましたか。しましたね。はい、1位から高宮、2着が佐々木、3着藤崎、4着前原の並びで終了しました。この後128回戦です。